谷万太郎谷万太郎明治19年6月30日は新選組大使。陽名は万吉。兄は谷三十郎。弟に谷周平。天保五年、備中松山藩士。谷三次郎と模様の次男として備中松山に生まれる。幼少期より父から武術を学ぶ。安政三年十月頃、不祥事案により谷屋は断絶となると、兄、 三十郎と共に故郷を出奔する。九行中山家の次岩田分析の触覚となり、その娘、末をめとって、大阪南堀江町で道場を開く。1863年9月頃、新選組に加盟する。池田事件では、近藤隊に属し、報奨金二十両を賜る。同年12月の編成では二番組に属している。大阪での全在屋事件では、兄、 三十郎や安倍十郎らと共に代理、金江基地を打った。主に大阪に駐屯して、大阪屯所の長を務めたものの、京都の本体とは別行動を取ることが多く、兄、三十郎の死後には、新選組を離脱したものと思われる。明治維新後も大阪で町道場を経営した。西南戦争時には、大阪府知事。 渡辺昇の推薦によって一時は抜刀隊の長に寄せられている。後に、道場経営に失敗し、商家の用心棒をしながら、余生を過ごした。後、妻末へと離婚して、愛人の吉村民と同棲。明治19年、食道癌のため大阪にて死去。去年51。墓所は大阪市北区の本殿寺。ありがとうございます。